様々な大きさのピストンリングピストンリングとは、機密維持、潤滑などの目的で、レシプロエンジンや圧縮機、油圧機器などのピストン外周の溝に装着される、円管状の部品である。乗用車エンジン用、ピストンリングレシプロエンジンの場合、機密を保つためのコンプレッションリングと、潤滑を行うオイルリングとがある。多くの場合、トップリング、セカンドリング、 オイルリングの3本1セットでピストンに装着される。トップリングとセカンドリングにはコンプレッションリングが使用される。合口が切ってあり、シリンダー内壁へのバネ性と装着性が付与されている。燃焼により、ピストンに伝えられた熱をシリンダーブロックへ逃がす働きもしている。ピストンとシリンダー内壁の間の隙間をなくし、燃焼室から クランクケース側や縮ガスが抜けることを防ぐためのもの。合口が開いており、運転状態では合口がほぼ閉じた状態になる。自由状態でのリング系はシリンダーより大きく、シリンダー内への装着時は自身の外側へ開こうとする力でシリンダー内壁に密着する。シリンダー内壁についている余分なエンジンオイルをかき落とし、適度な油膜を形成して、 ピストンの焼き付きを防止するためのもの。1854年、イギリス人技師のジョン・ラムズ・ボトムが蒸気機関用に発明した。1926年には、エビ原慶吉が改良型ピストンリングの特許を取得。1927年に、大河内正人氏がピストンリングに関する研究成果の事業化を目的に、理化学工業株式会社を設立、同社は日本で、 初めて実用ピストンリングの製造を開始し、現在のピストンリング製造最大手の利権の技術的基礎となる。世界的に中鉄から光線への移行が進みつつあり、その先端を走っているのが日系メーカーである。その光線素材のほとんどが日立金属より供給されており、17CR 傾向が主流である。ありがとうございます。